皆さん、焦点の時間でございます。ワールドカップに沸く日本、大阪半端ないってのフレーズもですね、耳やめにしたことあるんではないかと思います。皆さんはですね、これをもじりまして、〇〇半端ないってと言ってください。なるほどね。私がですね、何がですかと聞くので、さらに続けてください。はい。なるほど。じゃあ、はい。小島さん、ノボロ半端ないって。何がですか。食べても食べても満腹にならへんもん。そんなん病気やん、普通。マジの話やめたれよ。いや、俺今日開幕チンコ来るかなと思ったら来んかったからよ。いや大先生任せろ。はい、ゾムさん、ロボロ半端ないって。何がですか。人生できへんよ、普通。はい、そんなできる。使えへんやつや。ガチ使われへんやつ来たまで。やるか、お前。これ1年お前また動画、お前の回答なくなるぞ。はい、トンドさん。いや、大先生半端ないって。何がですか。ついに財布家に置き去りにし始めたで、あいつ。財布は置いてきた。この戦いには続いてこれそうにないから。はい、はい。小島さん。見る半端ないって。何がですか。受ける空気で滑るもん。ぜそんなんできんやんって。おい、やべえや。何がですか。何がですか。やべえや。最後にめっちゃ雑なやついいですか。じゃあ、トントンさんいきましょう。いや、ロボロ半端ないって。何がですか？いや、マジ最後の締めにふさわしいめっちゃおもろいこと言ってるらくれがち。ほら、それでは皆様大変お待たせしました。ロボロさん。そのシリーズなくなったんじゃなくて。待って。一時代のロボロ、はい、お前、思いっきり悪口言うたれ。はい、ロボロさん。大先生半端ないって。何がですか。メンバーと会話しながらめっちゃエゴサするもん。今日はですね、誰かの結婚式です。ほう。そこで皆さんはですね、誰々結婚おめでとうと祝ってください。はい、はい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 。祝われた方はですね、まあ、一言お礼を言って祝った方はですね、さらに続けてあげてください。うん、あ、なんか祝われそうな気がする、うん、このメンツ絶対言うないよ。はい、エミルさん。いやー、小島さん、結婚おめでとう。はい、ああ、ありがとう。やっぱ地獄では結婚できるもんやな。やっぱ殺されとるんやないか。ああ、俺地獄に行って気が変わったんやな。うん。はい、大先生。ロボロ、結婚おめでとう。ああ、ありがとう。言ってやりたかったな。あいつが死んでもう10年か。早い。今のありがとう何やったん。じゃあ今のありがとう何やったん。墓の前でロボロの霊が言うてんやろうな。羨ましいやつやで、ほんま。はい、はい、小島さん。いや、エミルさん結婚おめでとう。ありがとうございます。あいつ詐欺って気づいてへんで。言ってくれよ。言ってくれよ。じゃあ、はい、エミルさん。ロボロさん結婚おめでとう。ありがとうございます。本当におめでとう。あ、なんか消えた。なんかちょっとオーラ出てそうやってんけど。高恨みやな、これは。引き上がってみたいな感じだろ。っていうか、なんかロボロには負ける気してへんわみたいな感じなんだよな、ちょっと。いや、違う違う、あの確かに、あの、近い表現あったね。まさかそんな、ロボロさんの方が多分早いと思うぜ、俺に比べたら。いや、安心してどっちもできる。おいおい、次のお題に行きますよ、大丈夫でしょうか。はい、はいよ。はい、はい、いやー、誰も俺の結婚祝ってくれへんかったな。多分みんなの共通認識でトントンはほんまにないやろうなっていうのがあるんやろ。